米中中国大使のテリー・ブランスタット氏は9月18日、北京で米報道局 CNN のインタビューを受けた。同インタビューで、ブランスタット大使は、本来なら彼らが武漢で留めることができたはず。残念ながら世界的な流行となってしまった。と語り、中共が今回の疫病流行に責任を負うべきだというトランプ大統領の主張に賛同する考えを語った。 また、当大使は、中国制度は注意を呼びかけていた医師を懲戒処分するほど、これを隠蔽したかった、と指摘し、中共ウイルスの感染拡大は中共体制によるものだと見ている。さらに、当大使は、はじめはウイルスに対する中共の言い分を信じようとした。しかし、後に、彼と世界は彼らの言ったことが全部嘘だと分かった、と述べ、 習近平総書記はトランプ大統領との私的友好関係を利用し大統領にウイルスをコントロールできると信じさせたと示唆した。同大使は80年代、州の知事として地方の幹部だった習近平と初対面した。それ以降二人は友人関係を続けていた。同大使は中共ウイルスによるパンデミックについて、実は中国の共産主義体制と彼らは 自分自身の不法行為が事件の原因だと認めたくないこと自体が悲劇の原因だと分析した。